チャンピオンズリーグ CL グループ B 第5節の試合、各地で行われた。レアルマドリードがシャタールドネツクに敗れ、インテルがボルシ、メンヘングラードバッハ、ボルシアメンヒエングラードバッハに勝利したことで、最終節を前に、グループ B は大混戦とっている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。第5節を終えた時点で、グループ首位は勝ち点8、ボルシアメンヒエングラートバッハ、最終節で、マドリーに引き分け以上、ら突破し、敗戦でも、インテル対シャフタール、引き分けなら、決勝トーナメントへ進出する。2は、勝ち点7のシャフタールで、最終節のインテ、戦に勝利すれば突破。引き分け以下でもマドの結果次第で、決勝トーナメントへ進める。3は、勝ち点7のマドリーで、ボルシアメンヒエングラートバッハに、勝利すれ、突破が決まり、引き分けたとしても、シャフタールが、インテルに敗れれば決勝トーナメント。最下位は、勝ち点5のインテルだが、最終節のシャフタール戦に勝利した上で、マドリー対ボル、AMG が引き分け以外なら、グループリーグを突破できる。両。